では、電気による発熱と電力という項目に入ります。このように、電気の回路があって、電気が流れているとします。この時、抵抗からは熱がたくさん出ます。この発生した熱で水を温める実験をします。この水を温める実験で電気のエネルギーの大きさを調べることができます。では、科学者たちが実験により調べた結果をまとめてご紹介しましょう。ジュールという名前の科学者が電気を使って水を温める実験をしました。その結果によると発生する熱量は電圧と電流をかけた値に比例することがわかりました。そして正確に測定すると電圧1ボルト、電流1アンペアの時、1秒間に発生する熱量が 0.24 カロリーになることがわかりました。もちろん、2秒間では発生する熱量は2倍になります。よって、公式は 0.24 かける電圧かける電流かける時間、単位は秒となります。